バルグシーラーズ FC はイランのシーラーズを本拠地とするサッカークラブである。現在は国内2部リーグであるアーザーデガーンリーグに所属している。バルグはペルシア語で電気や雷を表す単語で現在のメインスポンサーが地元の電力会社であることに由来している。バルグシーラーズ FC はイラン最古のサッカークラブとして知られている。 同じシーラーズを本拠地とするファジュルセパー CFC の対戦はシーラーズダービーとなる。1946年、電球メーカーのチャラグバーグで働いていたエブラヒム・ニーモット・オラーハが発起人となり、工場の若者たちはサッカークラブを結成した。会社がクラブのスポンサーとなったが、最初の数年は常に金銭面で悩まされる日々が続いた。ある時期には、 市議会がスポンサーについたこともあったが、数年後に現在のメインスポンサーであるシーラーズ電力会社がスポンサーについた。バルグシーラーズは FIFA の現在活動しているサッカークラブの一覧において最古のイランのサッカークラブであり、アジアの中でも有数の歴史を持つサッカークラブである。エステグナルは数ヶ月早く融資を受けていたものの、実際に クラブが設立されたのはバルグシーラーズの4年後であった。不正が明るみに出ることは少ないもののバルグシーラーズが活動していた70年間イラクの国内リーグでは何百もの不正が行われてきておりバルグシーラーズはイランにおいて綺麗なサッカーをするクラブの代表となってきた。対照的にクラブは国内のサッカーの腐敗部分の犠牲となってきた。過去15年に起きた出来事は 以下の通りである。2001年、バルグシーラーズは1部リーグから2部リーグへと降格するところであったが、不公平なジャッジと呼ばれた出来事の結果として、イランサッカー連盟から勝ち点を22ポイントを受け、イランサッカーの歴史上初めてリーグでの成績は、降格圏にあったにもかかわらず1部リーグに残留したクラブとなった。当時の1部リーグのチーム数は12であった中で起きた出来事だった。 2004年のバルグシーラーズ対セパハンエスファハーン、エスファハーンで開催されたこの試合において5つの明らかなオフサイドがあったにもかかわらず審判はこれを流し結果としてセパハンが得点を挙げる出来事があったこの試合のミスジャッジの模様は90分のテレビ番組となった2010年バルグシーラーズは ダーマーシュ・ギーラーに FC に得点差で及ばず一部リーグへと昇格できなかった。リーグ最終節はバルグ・シーラーズの試合の15分後にダーマーシュ・ギーラーンの試合が始まることになっており、バルグが勝利を挙げた後、ダーマーシュは残りの15分間で得点を挙げて一部リーグへと昇格した。同年、ダーマーシュ FC の22人の選手がドーピングを行っていたことが判明し、 非難を受けたが、クラブに対するペナルティーは一切なかった。バルクが成功した時期は限られているものの、クラブはシーラーズのトップクラブとしてタフテジャムシードカップに参加しており、その後国内トップリーグとして創設されたアーザーデガーンリーグやイランプロリーグにも参加していた。クラブは時に成績を落とし、2部リーグに降格したこともあった。 クラブの獲得タイトルとしては1997年に獲得したハズフィーカップがある。2007から08シーズンにはマフムード・ヤバーリーの下、一部リーグがないという好成績を残した。しかし翌年の2008から09シーズンには監督が二人も代わり合格することとなった。2011から12シーズン、バルグではクラブの権限をめぐって対立が起き、 これに影響されるように、成績面でも低迷するシーズンを送った。このシーズン、法制上定められた、クラブオーナーは、クラブスポンサーから撤退した。結果として、シェイカリ、アベヘッシュとという二人の実業家が、クラブの取締役となり、クラブは、クラブ史上最悪のシーズンを過ごすことになった。クラブは、イラン2部リーグへと降格することとなった。2012年、 クラブの新しいオーナーであるホセン・ファルシが就任後クラブライセンスの問題でスティールアジン FC がイラン2部リーグへと降格することとなりクラブは翌年も2部リーグで戦うことになった同じ年にフットサルクラブのバルグシーラーズ FSC は2部リーグのカップ戦を制し1部リーグへと昇格したありがとうございます